はい、できました。今日のあっちゃんちの晩ご飯、おかんの晩ご飯です。はい。なんか最近ね、おかんキャラになってしまうんでね。鶏ハム、バジルと、バジルソルトと、カレー味。で、昨日作ってね、忘れとった、鶏皮のつまもの。で、甘みなしの南京の煮物。で、冷ややっこやねんけど、塩オクラです。で、お味噌汁は、南京とお豆腐のお味噌汁。で、これはね、ちょっと、あちゃんちょっと特別に作って、特別がちょっとね、出来損ないんだけど、鶏生ハム。ハム、半生になって。半生はこれね、叩きでいけるやつやから大丈夫らしくてね、これでも食べられんねんけど、これもあんま好きじゃないんでね、あちゃんだけ食べようかな、思って。で、お漬物は、ズッキーニと、あれです、キュウリ。で、玄米で、いただきます。では、いただきます。今日はね、夏バテ防止、熱中症予防の塩をちょっと多いね。鶏ハムも塩で、サラダも塩、冷ややっこも塩って感じでね、ちょっと塩対応しました。では、いただきます。ヤンキン食べてよ。今、美味しいね。普通の鶏ハム。ほんのりあったかくなってんの？何時にちょっとね、冷蔵庫で冷やしといて。粗熱取ってからね、冷蔵庫で冷やしてんけどね。美味しみてんねんけどね、甘みがないから物足らん感。でも、悪くはない。あっちゃんは甘い。なんか気がするけどね。関西で。うん、関西で。関西のおかえ。オクラ、塩オクラ、冷ややっこ。甘くない匂いが。匂いやまない。塩冷ややっこ美味しいわ。どう味は。求めてたやつ。あれは甘みだいじゃろ。いや違う、かぼちゃの甘みが出てるから。まだ甘いの。まだまだ甘いねんて。プリーズもはスイーツやけどね、もっと甘みをって感じ。こちら美味しいわ。なんすか浅漬け、ほんのりズッキーニにぬかの味が移ったかなって感じ。塩やっこが美味しいね。ちょっとね、まだ凍って固まっとったから角物ね、昨日急激に冷やすもんって言って、チルド？パーシャル？なんか知らんけど、よう冷えるとこがそこ入れといたら凍っとって、味がしんで美味しい。多分ちょっとほんのり温めて。まだ甘いわ。まだ甘いの？まだ甘いわ。もうちょっと染みてなさる。みりんを減らそうか。でもかぼちゃ自体がね、もっと甘み持ってるもんね。
かぼちゃはどうや？うん、かぼちゃ自体が甘み持ってるね。パジルも美味しいね。そのほうが美味しいな。うん、ポリッと軟禁という体には良さげでしょう。どう軟禁？うん、クリーンランキーね、ホクホクに炊けるやつね、ビシャビシャなやつもあるでしょ。あっちゃん結構ビシャランキー好きだけど、うちウダはね結構クリーンランキー作ってるとこって、でも昔中からもらったらね大体クリーンランキーやってる。栗なんきも好きやけどね、うん、栗なんきはね、お弁当とかに入るから大事ね。カレー風味も美味しい、ね、カレーに今度チーズまで入れても美味しいと思うしね。鶏はもうほんと無限大。ランキンにね、鶏のミンチをこう何かけにしてかけても美味しいかもからね。あ、握り出した握りも取って、うん、素朴なね味噌とほんのりね、あの魚介の出汁と、うん、味噌汁ね、美味しいよ。つながってる、塩だけのチャベツもさ、美味しい。鶏ハムの汁かけたからね、鶏ハムのエキスが出て、
うん、これ大好きよ。オクラってね、ほんま食べへんかったん、綺麗ね。これね、去年たっぷり出たオクラに塩かけて食べてめっちゃ美味しかった。去年からハマりだしてんの。今年オクラ茹でやんでいいってことしたから余計にさ、新鮮なオクラにハマってさ、完全生で、野菜がほんまに生で食べない一番、野菜とか何でもせえねん、お肉でもせえねんけどね、何でも生が一番赤なもんねんけど、どうしても火を通さないもんだよね、ほうれん草とか、つるむらさきとかみたいにアクを抜かないと、シュウ酸とかね、抜かないとあかんもんがあったり、だけどそれ以外のものはね、できるだけ生で食べたいね。南紀みたいに味を入れて煮込まないとあかんもんは煮込まんとあかんけどね。豆腐は塩豆腐や。南紀は鶏の皮の酢のものなんで、鶏皮、木の出し忘れて、塩冷ややっこはね、豆腐の旨味がすんごい分かる。豆腐の甘みも分かる。もちろん醤油かけても美味しいけどね、うん、塩はね、すごい美味しい。最近ほんまにね、味覚が変わって豆腐も嫌いや嫌いなもんだらけって、ね、それが今あちゃん好きなものに変わってんの。見てる？オクラもそんな食べるもんじゃなかったしね。めっちゃいろいろね、味覚が変わったね。典型的だね。子供口や、子供が好きなのばっかり好きって、ね、シーチキンとマヨネーズとかあんだけどね、それぐらいまではほぼほぼ真逆になってる、ね、今まで食べへんだもんばっかり食べへんね。野菜の煮物がほんま嫌いだよ。野菜の煮物が好きだしね、うん、基本塩が嫌いだしね、塩の味付けのもんだけやって。よくたね、ダメな塩を食べてたから嫌いやったやと思う。いい塩に変わったから好きになったやと思うね。お野菜も、本来のね、無農薬っていうことにこだわる。まあ無農薬、なかなか無理ないけど、原農薬とかね。農薬使ってても、やっぱり、きっちり洗って食べる。やってるとね、本来、それ、南紀、南紀のところ。一口でいく贅沢さ美味しいね。
生のハムになるとね、生っていうか生のハムになると、まあ、ちゃんと中まで熱入ってんねん。切って食べた時にぬくかった、あったかい食材、熱かったからね、熱は入ってんねんけど、入りきってないのね。だから、まあ、大丈夫。まあ、たたきなんかってもっと熱入ってへんからね、でも大丈夫。なんけど、うん、この肉って、鶏胸肉ってね、まあこれ、ハムと生ハムも一緒やねんけど、豚のね、生にした方が塩味が強く感じられんの、不思議とね、何でかしらけど、ナス入れて美味しかったな、うん、パンチがね、うん、味噌汁も合うしね、うん、おいしかった。で、今日のあちゃんちの晩ご飯は鶏ハムと南京の煮物でした。おいしかったです。ごちそうさまでした。で、今日のあちゃんちの晩ご飯この辺で終わりにしたいと思います。今日のあちゃんちの晩ご飯良かったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。今日は暑いわ。